どうも、アーサーです。今回はほぼほぼ知らない方はいないかと思われる桃太郎の話が実は何パターンも存在し、その一部をご紹介することで我々がよく知る清廉潔白な英雄とは違う桃太郎さんの裏の顔を覗いてみたいと思います。まず説明するまでもないと思いますが、手短に確認のために桃太郎のざっくりなあらすじですが、おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に、すると川から大きな桃がどんぶらこと流れてきました。その桃から元気な男の子が生まれ、子供のなかったおじいさんとおばあさんは大変に喜んでその子に桃太郎と名を付け、大事に育てることにします。成長した桃太郎は猿、犬、キジを子分にして鬼退治を成功させ、宝物を持ち帰りましたといった具合なのですが、しかしこのような形になったのは実は明治20年1887年以降、小学校用教科書に桃太郎の話が採用されてからです。室町時代にはその話の原型が出来上がっていた桃太郎伝説ですが、それが広く庶民に普及することになるのが今から300年以上前、江戸時代の元禄期でした。この頃に数多くの桃太郎関連本が出版され、登場人物をはじめとしたざっくりな設定は同じであっても、多種多様なストーリーが生み出され、そこから明治時代の初期に、冒頭のような我々がよく知るストーリーへと変わる直前まで、主流になっていく設定というのは、川から流れてきた桃を食べたことで、おじいさんとおばあさんが若返り、若さを取り戻した二人の間に生まれたのが桃太郎というものです。1781年に出版されたという桃太郎一代記では、桃を食べて鮮やかに若返ったおじいさんとおばあさんは夫婦で旅行に出かけます。江戸時代は庶民の間で旅行がブームとなっていて、この物語が出版された時期を考えると、天明の大飢饉が起こる前なので、比較的余裕のある時代におじいさんとおばあさんは、せっかく若返ったということで、ちょっと贅沢をして羽を伸ばし、旅行先でムードも高まり、若返った体がうずいたのでしょう。後日おばあさんは桃太郎を出産することになります。なぜ桃を食べて若返るのかというと、桃という果実は古くから非常に貴重な食べ物で、もともと邪気を払い、不老長寿や若返りの効果があると信じられていました。桃はその原産地と言われる中国でも長寿の源とされ、西王坊が桃という言葉もあるのですが、この言葉は中国で古くから信仰された女神西王坊が3000年に一度実がなるという桃を漢の武帝に与えたという伝説を元にした長寿を表す言葉です。実際にも桃には抗酸化作用が高く、老化防止の働きがあるビタミン E やビタミン C などが含まれてはいますが、桃太郎物語の基本設定はそうした物理的な話というよりは、幾分伝承的な桃の霊力を踏まえてのものだと思われます。古事記では神武天皇の7代先祖とされているイザナギが、亡くなった妻イザナミを追って黄泉の国へ出かけ、そこで変わり果てたイザナミを目にしたイザナギが恐怖のあまり逃げ出すという場面でも桃が登場します。ちなみに日本列島はこのイザナギとイザナミの夫婦による国生みによって誕生しました。怒り狂ったイザナミと鬼たちに追われたイザナギが与物平坂を駆け上がると、そこに桃の木があり、イザナギがその実を3つ取って追ってきた鬼たちに投げると鬼たちは退散します。さて、桃太郎の物語は明治時代に日本昔話が刊行されると全国で読まれるようになりました。この時代の日本は富国強兵という欧米列強に負けじと軍事力の増強を目指す国家的スローガンを掲げていた時だったので、小さな子が鬼退治に行くという桃太郎のストーリーは将来の兵隊となる子供たちへの人間教育に良いと考えられ、前述しましたように1887年以降当時の小学校用教科書に採用されたことがきっかけで広く子供たちの間で知られるようになるのですが、この頃に桃を食べたことでおじいさんとおばあさんが若返り、二人の間に生まれたのが桃太郎という超基本設定が変更され、現在我々がよく知るストーリーへと変わりました。桃太郎がおばあさんの妊娠出産ではなく桃から生まれたに内容が変わった理由はご想像に難くなく、どうして若返ると子供が生まれるの?と子供が疑問を抱くと、教師がその対応に困るので、若返った結果子供が生まれたというのは、子供向けの教科書にふさわしくないと判断されたためでした。
国家の手本たるヒーローが放送禁止用語から誕生するなどあってはならないという大人の事情なわけですが、あくまで個人的にはですが、こういうお堅い発想はあまり好きではありません。そのように思うのは私が間違いなく母から出てきたからなのかもしれませんね。このように超基本設定が変化する以前、江戸時代には前述しました通り多種多様な桃太郎物語が存在しました。そのごく一部をざっと紹介させていただこうかと思います。1779年に発表された桃太郎元服姿は、桃太郎に対峙され宝をぶんどられた鬼ヶ島で辛くも生き残った鬼が復讐のため桃太郎を殺して宝を取り戻そうと美人な赤鬼の娘お清を送り込みます。どんなに強い桃太郎でも若くて美人な女性には油断して隙を見せるはずでしたが、鬼娘お清は桃太郎と一緒に過ごすうちに淡い恋心を抱くようになり、やがて二人は結婚することになりました。二人は仲睦まじく幸せな日々を送っていたのですが、作戦の結果に待ちかねて鬼ヶ島から様子を見に来た鬼が鬼娘お清へ、桃太郎に殺された鬼の仲間の無念を忘れるなとプレッシャーをかけます。鬼娘お清は桃太郎を殺さなければいけないという使命感と、殺すべき相手を好きになってしまった恋心との板挟みで苦しみ、自らの命を絶ってしまいます。それは桃太郎が正義の名のもとで宝をぶん取ったことで起きた悲劇でした。これ以降桃太郎は鬼退治をして遊ぶことはなくなり、愛する人が自らの因果で世を去ったという業を背負って生きることになりました。次に1784年に発表された桃太郎二度の賭けですが、鬼を征伐した桃太郎が奪った宝物の中に打ち出の小槌があり、それは振ることでお金がザックザックな代物だったので、桃太郎一家はお金に困らなくなりました。当然のごとく桃太郎一家は贅沢三昧、おじいさんもおばあさんも毎日のように遊びほうけます。桃太郎は自分のことは棚にあげ、おじいさんとおばあさんの体たらくに気を病んでしまい、偽物の打ち出の小槌を作り、おじいさんとおばあさんに宝物は使い物にならなくなったと嘘をつきました。そして桃太郎はまた鬼ヶ島に行くと言って旅立ちますが、実際は風俗街に行きます。しかしおじいさんとおばあさんは桃太郎がまた宝物を持って帰ってきて再び贅沢ができることを期待し、張り切ってきびだんごを作ってくれました。人間とは醜く醜いですね。桃太郎は風俗店でお気に入りの遊女を見つけると、その遊女を身請けします。身請けというのは、江戸時代の遊女は通常両親などから店に売られた女性で、遊女は店に借金をしている状態なのですが、それを肩代わりすることで客が遊女を買い取るシステムが身請けです。通常客は身請けで買い取った遊女を妾や妻にしました。遊女を身請けした桃太郎は村に帰った後に二代目桃太郎を作り、桃太郎一族はますます栄えることになりましたとさ、という何かと現代の感覚で見てしまうと読み取りにくくなる要素があってポッカーンな感じではありますが、おそらく一族繁栄の話なのだと考えられます。そして最後にご紹介するストーリーですが、鬼退治から戻った桃太郎は自分を育てて可愛がってくれたおばあさんに恋心を抱くようになりました。一方おばあさんもまたそんな桃太郎を愛おしく思うようになります。こうして桃太郎とおばあさんは二人の恋にとって邪魔な存在でしかないおじいさんの殺害を計画するのですが、おじいさんは山の神のご加護を受けていました。桃太郎はおじいさんが受けているご加護を解くために犬、猿、キジを殺してその魂を山に追放し、ご加護の解けたおじいさんを殺害することに成功します。邪魔者のいなくなった桃太郎とおばあさんの二人は仲良く暮らしましたとさ、というもはや何を教訓にしているのかわからない展開ですが、必ず最後に愛は勝つということでしょうか。考えられるのは基本的に自由恋愛ではない時代がゆえのアンチテーゼかもしれませんね。こうした具合に主に鬼退治から帰ってきた桃太郎のダークな部分をご紹介させていただく形になりましたが、とはいえ桃太郎は英雄ではないのでしょうか。基本的に桃太郎が怖い鬼を退治したのは確かですし、そもそも全てにおいて清廉潔白な聖人などいるのでしょうか。とかく現代は SNS の発達によって成功者が過去の過ちを掘り返され社会的に抹殺されるなんてケースが目立つようになっていますが、それは正しいことなのでしょうか。その過去の汚点が仮に小さいとは言えないものだったとしても、どこかで過ちを犯したものは改心しても無駄なのでしょうか。いかがだったでしょうか。
次回は桃太郎が仲間であるはずの猿を手にかけてしまうストーリーからあなたと一緒に何かを感じられたらと思います。そういったわけで次回を見逃さないようにチャンネル登録を済ませていただいたところで、今後このチャンネルで取り扱ってほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。それでは、朝でした。